全部クリア。ポケモンについて学び直したらいかがでしょうか。この顔してる俺によく追い打ちかけれるな。お前のそういう余興とかに付き合ってる場合じゃないんよ。かっこ悪い。見てこれ、変じゃない？今判断材料あった。お前博士を見くびりすぎじゃない？俺だって本当はみんな仲間にしたいよ。でもラベン博士は一匹って渋ってくるからさ。また誰か落ちてきたんか。あれは助からないな。翌日。おーい、起きてるか。すごい雷があったよな。早く来ないと知らないぞ。あ、そういや目覚ましとかないからきついよな。もう見知らぬ土地で。いや、ほんとだよな。15そこそこの子が見知らぬ土地に来て、こうなんか、なあ、明日にはこの村から放り出されるかもしれないっていう状況、マジでかわいそうだよな。俺、これとか着れない、着替える？あるの？着替え。ああ。あ、挨拶が遅くなりました。こんにちは、ペランドーと申します。前回は流れ者の洗礼を受け、そして今日の試験に受からなければ村から放り出されるという、まあ、とんでもないことを強いられている状況です。では試験いきますか。はい。よ。知らない土地だろうけどぐっすり眠れたのか？お、心配してくれるんか。本部に急げよ。島星隊長を待たせるな。ほう。むむ。あ、そうそう。編集してて、ちょっと気になった場所があったんすよ。あ、なんか知らん人いる。あ、この人は入り口にいた。ポケモンが怖いご婦人か。あ、違うわ。生きていくのに必死な人だ。なるほど。ちょっと違うんですよね。前回、俺、ここ気づかなかったんですよね。ここ。編集してて、あれ、なんかあるなぁと思って。あ、入ってる。ごめんな。あ、ふきさん、どうも。ことぐき村を守ってくれるお守り石に感謝しているんだよ。ほう。お守り石。ほう。ほう。俺の持ってるアルセイフス本と同じ紋章がついてるな。俺持ってますね、こういうの。おばちゃん、俺のアルセイフス本いる？カバー外れるならあげるよ。俺邪魔だからいらんし。さて、じゃあ行きますか。そう、ここだけ気になったんすよ。どうも。団長、デンボクさんは強い。デンボク？誰？自慢の相撲技でポケモンを投げ飛ばしたって、もっぱらの噂だぜ。へぇー。はぁー。じゃあ入ろうかな。島星さんはどのポジションの人なんかな？銀河団本部だぜ。こんな広い建物知ってるか？まあ。そうっすね。ナックルシティとかすごかったよ。しっかりしてください。野生のポケモンたちに襲われた。相棒のポケモンも繰り出したが、群れ相手では多勢に無勢だな。何？どうした？遠くまで出かけるからです。医療隊が治療しますから。お前、試験で受からないと村の外で死ぬかもな。縁起でもないこと言うな。それ以前に試験を受けるにしても相棒がいないとやっぱ死ぬかもな。この顔してる俺によく追い打ちかけれるな。縁起でもないことやめて。島星隊長、バランドーです。許可する。入れ。
説明する。入団試験だが、黒曜の原野にてビッパ、ムックル、コリンクという3種類のポケモンを捕まえてもらう。いきなりポケモンを3種類も捕獲？そんなことできた人なんていないのに。昨日も3匹捕獲したんだろ。ラメ博士の言ってたことが事実であれば容易いはずだ。いや、あいつらはもう一度人に飼われてたポケモンだから、野生度とはちょっと違うんじゃないですかね。お前そんなことも知らないんか。ちょっとポケモンについて学び直したらいかがでしょうか。私たち銀河団にはただ飯を食わせる余裕がない。君が役立つ人間だと皆に知らしめる必要がある。にしても難易度高くない？対応する。調査隊専用のポーチだ。 ありがとうございます。おう、これはかっこ悪い。へんてこな学校にポーチは似合わないな。いや、ほんとおっしゃる通り。悲しそう。いや、ほんとだよな、この格好は。さあ、行け。テル、何かあれば助けよ。あ、一緒に来てくれるんか。ガイドするって何？ガイド中。お？お。アルセウスフォンの地図画面で Y ボタンを押すと、引き受けた任務が確認できます。必ず達成すべき任務はメイン任務。誰かのからの頼まれ事はサブ任務です。ほう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 。はい、ガランドウ君、僕の出番ですね。やあ皆さん、改めて、グッモーニンです。博士、どうしたんだよ。ポケモン図鑑完成のために。そして、ここで生きていくために、ガランド君にはぜひとも合格してもらわねばなりません。そのために、博士である僕がサポートできることといえば、はい。ご、さん、け？ふぅん。ははうふん。うふん。ガランド君、気になるポケモンを君の相棒に選ぶのです。いや、全部くれや、全部くれや。相棒のポケモンがいてくれれば、野生のポケモンとも戦えますからね。貴重なポケモンたちですが、この子たちはみんな君に興味があるようですし。さあ、どの子を相棒にするのですか。ほう、ちょっと全員と話したいよな。ピチャチャちょっと話してくれる？ピチャチャ。ははは。そうか、お前はそういう気持ちなんか。初めての相棒はミジュマルにするのですか？いや、ちょっと考えさせてください。クポー？クポーはお前はどういう気持ち？あははは。僕らにするのですか？いいえ。ああ、そう、そうなんか。お前はそういう気持ちか。はははは。いいえ。うん。そうっすね。ソードでは、リザードを持ってるチャンピオンを倒すなら、水だろっていう理由でメッソンにしたんですけど、結果とても思い入れのあるポケモンになったんですよね。なんかインテレオンとメッソンの間のジメレオンの見た目がめっちゃ好きで、もうめっちゃ可愛かったんだよな。まあ水属性はもう使ったし、で今回ちょっと見た目的に一番俺がこうちょっと好きな見た目なのは完全にモクロなんですよね。モクロ可愛くね。いや、マジで可愛いと思う。もう全員可愛いんですよ。この子ももちろん可愛いし、この子ももちろん可愛い。どっちも可愛いが、俺はちょっとモクロのこの、なんかこの感じのフォルムといい、見た目といい。うん、可愛いよな。うん、モクロにします。可愛い。
かわいい。マジか。かわいい。嬉しそう、俺。始まりの浜で君が捕まえたポケモンが相棒になりましたね。え、そんな顔せんで。ピチャチャそんな顔せんでよ。なんかちょっと悲しそうな顔してる。なんかこの残りの2匹がちょっと悲しそうな顔してるように見えて、俺はちょっと心苦しいよ。では、目黒が入っているモンスターボールを渡します。どうも。あは、嬉しいね。ちなみに、ポケモンが入っているモンスターボールを、ポケモンボールと読むのです。ほうほう。ほう。そんなこと言うなって。俺も一人しか選べないから団長の思いだったんだよ。ごめんって、そんな言い方やめてくれよ。残りの2匹、選ばれたムクロを応援してるみたいだな。ほう、お前にはそう聞こえるんか。俺には恨み節が聞こえてくるよ。ガランドと一緒に調査したかったのか。ごめんって。そうですね、ガランド君から空から落ちてきた時、村から飛び出したぐらいですからね。俺だって本当はみんなを仲間にしたいよ。でもラベン博士は一匹って渋ってくるからさ。ですが君たち、まずは僕の調査を手伝ってください。まずは、この言い方はもしやみんなうちの子にできるのか。ああ。ちなみに試験ではどのようなポケモンたちを捕まえるのですが、なんか、ビッパと、なんか、うん。な、3匹ぐらい。なるほど。黒曜の原野にいるポケモンを3種類、捕まえるのですね。では、試験で使用するモンスターボールをどうぞ。ほうほう。ほうほう。そんなんあるんか。ほう。ほうほう。20個以内で捕まえろって？ほうほうほう。まあまあまあ、そんなに、あれではないだろうけど。手作りのモンスターボールですが、捕獲性能は確認済みですよね。君なら大丈夫です。いよいよだな。試験の場、黒曜の原野では、本部を出て左の門から行くんだぜ。ほうほう。そうし、行きましょうか。右下になんか増えとるな。おお。あ、これはでも、操作方法は、あれと変わらんな。お？なんだこれ？え？え？これどうやって？お？モクロ？あー、なるほど。これでモクロを繰り出せると。こんなのちょっと見てきまーす。どうも。この上3階は銀河団団長のお部屋。正体不明のお前さんは通せんな。ほぼ。じゃあ2階行っていい？いや、え、俺、ここ1階なんでしょ？俺、2階だけは行きたい。3階ダメなら。まあいいや。とりあえず。あ、ここは2階なのか。ああ、ここは、ラベン博士の。うん、ほう。君なら大丈夫です。うん、え、机がない。こたつ布団だけのこたつ。うん、あー、かわいいなー、おい。そっか、燃えるから、暖炉みたいなとこに。入ってるんだな。で、ピチャチャは？ピチャチャは水のとこだやろ。あ、なるほど。モクロは本来ここにいたんか。ピチャチャは？あー、ピチャチャかわいい。そこにいるんか。かわいいな。あ。エスパーのポケモンだね。なんだっけ名前。こいつマジ捕まえるの大変だったんだよ。捕まえられなかったんだよな、確か。課題は出した。あとは君次第だ。ほうほう。おっしゃる通り。さっきの怪我してる人のとこ行ってみたい。あれ？いないんかな？キネさん。あ、キネさんさっき喋ってた人やな。ことぶき村は安心できる場所。帰ってくれば元気になりますよ。ほうほう。可愛らしいな。
傷薬が減ってきたね。材料を集めないとね。なんかいるもんあったら、あの対価をいただけるのであれば。お？こいつか？さっきのなんとかなんとかは。私入れない、入れない、ダメか。結構広いなあ、こん中。ああなるほどな、もうここは1階だったんか。2階にいたんだな、俺たちは。お？お、なんか学校の先生みたいな。何にもないところだからな、必要なものは自分たちでこさえないと。ほうほう、学校？必要とされて、ものを作る、ささやかなか確かな幸せを感じる。ほう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 。おー、あーなるほど、物が作れる場所。おー、なんかいろいろあるな。閉まってるとこは基本入れないところ。お、人がいる。お、こいつは、あのね、あのね、どっから来たの？おかしな服を着ているけれど。ほんとだよな、俺にもなんかちょっと制服的なものくれねえかな。あー、受かったらくれるんか。そこそこ、そんなに余裕ないって言ってたもんな。獅子王がいないな。大丈夫なんか、あいつ。そういや、あの、獅子王が翡翠がどうこうって言ってた、上か。ここは地下か。もうようわからん。そうそう、なんか、あの、獅子王、あの、兄弟が翡翠がどうこうって言ったんですけど、あれ、俺はそういう地域に生かされるんだと思ったんですけど、もうここ全体が翡翠地方なんですね。左っつってだな、こっちか。でもとりあえずそのまま行っちゃいましょう。あ、セーブってここでそのままできるんかな。お、なんか入り口に人が。あ、お、なんか。キテレツナミナリですね。あなた、面白いです。あ、人のこと言える装いかい？自分はオロ、一応紹介のものです。ほうほう。あなたの噂は聞いていますよ。空から落ちてきたとか。ええ。自分としては気になって気になって。なんと、ポケモンのお持ちとは、実に興味深い。珍しい人、物、ことを確かめるのは商人の差が。どうです？お互いのポケモンで腕比べをするとは、するのは。え、俺今から命がけの試験しに行くんだけど、お前のそういう余興とかに付き合ってる場合じゃないんよ。これ断っていいかな。いやでもどうせ断ってもやることになるんやろな。一回断ってみようか。ええ、ポケモンをお持ちなのに、ぜひ腕比べをしましょうよ。ですよね。まあやるよ。ますます好ましい。あなた、とても面白いです。腹立つ。試験のことは小耳に挟みました。ポケモンの体力。HP がゼロになったら負けですよ。そんなことするか。瀕死になっちゃうだろうが。では、ケーキ漬けに腕比べ開始。繰り出し方がわからんのよ。あ、一応処分。おほほほ。トゲピー、かわいい。強そうな動き。頑張れ。どうやって戦うのか全くわからん。ちょ、え？H、うん、うん。な、う？お、お、いて。ちょ、おー、ちちち、大丈夫か？うげえ。ああ、全然余裕っぽいな。ちょ、やめて。ちょっとうちの、ちょっとやめて。ちょっと間に立とう。ほら、やらせんぞ。ほら、やめろ。もうポケモンの技、道具使いこなせば世界が広がるでしょう。お、新しい技覚えたな、うちの子が。ポケモンを競わせるのは楽しいです。面白半分でポケモンに戦闘さすな。最高かよお前。競わせて育てれば
さらに技も覚えて強くなります。ポケモンのレベルが上がると使える技が増えることがあります。戦闘で使う技を変えたいときはポーチ画面でポケモンを選び、技覚えで技を覚えさせてください。ほう、あ、ビッパ、あ、ビッパね。あ、なんかツイッターに流れてたハイタッチするみたいな動画見たんすよ。あれめっちゃ可愛かったよね。あ、ですがポケモンを連れている人間はあまりいないですから、皆さんボールを使えばいいのに。それではお互いのポケモンを元気にしましょう。おー、助かります。空から落ちてきた人、お礼に傷薬もどうぞ。いいの？ああ、ありがとう。まあ面白半分で命がけの試験前にポケモン勝負しようとか言ってきたしな。あ、これはお礼ではなくお詫びとして受け取ろう。まあでもありがとね。おう、5個助かります。おほほほ、助かるよ。ポケモンが弱ったら傷薬をお使いください。試験、自分は応援しますよ。銀河団が増えるということはお客様が増えることですからね。ああ。試験はポケモンの捕獲だけど、それだけ戦えるなら心配無用だな。さあ、黒曜の原野に出発だ。ああ。ことびき村から出るときは地図で行き先を選び、門番のデンスケさんにも教えておくんだ。何かあったときに助けてもらうためにも。ほほほほ、受かるといいな。お、ありがとう。ただ受からないと死に直結するんで、こっちは受かるといいなみたいなノリじゃないんですけどね。まあでもありがとね。ただ来てくれるんお前。でも君来てもね、そんな役立たんぞ。ポケモン持っとるんかお前そもそも。ガランドさんですね、話を聞いております。入団試験を行うのは村の外、どうか命を大事になさってください。もうここに行くんかな俺は。もうここに行けって言われてるからね。あ、キャンプあるんかな。ここがベースキャンプ、調査などの最前線だな。試験の内容は3種類のポケモンを捕まえること。捕まえるポケモンはビッパ、ムックル、コリンクだったな。博士の話が本当か俺もしっかり見届けてやる。で、博士どうしたんすか。あの後隊長に言われたのです。確認する。あの者に何かあればあなたが責任を取るのですね、と。厳しいですね。博士に何ができるのかと。お前博士を見くびりすぎじゃない。僕が何かする必要はありません。ガランドグの実力は本物ですから。俺責任重大だな。そういうの苦手なんだけど。でもガランドなら大丈夫だろ。さあ試験を始めよう。不安だよ。道具の準備なら声をかけてくる。でもお金ないよな俺。入団試験か、死ぬな、受かれよ。そんなこと言わんで、不安になるやん。これあれかな、ソードの時みたいにキャンプでポケモンと遊んだりできるんかな。ポケモンに襲われた時は安全な場所に移動してくださいね。怖っ。そんな感じなんか。いやーもう全然戦闘の仕方も分かってないからな、まあ、とりあえずテルのいる方に行けばいいのかな。それっぽいな。顔大使だから。
あ、ビッパだ。お、ビッパだ。いきなり捕まえるポケモンがいたなと。すぐ消える文字。かわいい。かわいい。お前は捕獲の天才らしいが、一応島星隊長から教わったことを伝えておくぞ。近くに、ほほほ、ZR を押しっぱなしで注目できると。ほほほ。相手を見失いにくくなるので、ボールを抜く。ほほほほ。攻撃をかわすときにも、ほほほ。リッパーは温厚なポケモンだからあまり逃げたりはしない。しっかり狙ってモンスターボールを投げるといい。あ、わかった。あーと。他にいるのか、この辺には。あいつを捕まえればいいのかな。あそこ離したらダメなんだった。ほれ。こんな簡単に取れるんか。ん？あ。リッパー捕獲成功。まずは一匹目。よし、次だ次。次はムックル。うん、ん。なんか他のさ、強いポケモンとかいないんかな。あー、ダメなんか。もう決まったことしかしちゃいけないんだな。ムックル。そうだよね。この間、てか前回の時にいたのムックルだよな。すぐ逃げるポケモン。あ、そうなんか。かわいい。こいつに似たようなやつはいたよな。いや、ムックルは普通にいたかもな。草むらでしゃがめば気づかれない。ほう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 。そのまま近づけばいい。むむ。B ボタンでしゃがみます。ははは。これはしょっちゅうやっちゃってたんでわかります。なんとなくですが。もうちょい近くでやった方がいいんか。この距離で投げてさ、ぶつかるんか。うい。見つけられた。いけるか。ダメっぽいな。あ、いけた。おお、ムックルも捕獲成功だ。なるほど。お前すごいかもな。だろ？ん？コリンクってなんだ？俺知ってる？コリンク。おっと、先輩として教えておくことがあった。相棒の入ったモンスターボール、通称ポケモンボールの投げ方だ。島星隊長の教え。道具を投げた後に、ポケモンを投げるなら X。ほう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 。ポケモンを投げた後に道具を投げるときも X。隊長曰く、X 切り替えの教えらしい。ほう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 。メタイ。お？ポケモンを投げられるようにしたら、木や岩に投げてみるといい。木の実とかを取ってくれるぞ。おー、なるほど。いよいよ相棒の出番だな。ほう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 。さあ、次は最後の難関、コリンクの捕獲だな。はははは。ほう。これか、おお。なるほどな。ちょっと、ビッパとかの方がなんとなく、あれだけど。うい。ん？ん？なんで？そういうことか。木にぶつけるのか。ってなんかさ、ポケモンの扱いひどくない？木にぶつけるのは痛いだろう、ポケモンが。俺は木の実にぶつけるんだと思ってたよ。コリンクだ。あー、こいつか。コリンクが気性が荒いのがわかるか？え？今判断材料あった。あー、どういうこと？全くわからんよ。気にするなよ。ポケモンを注目すればよくわかるからな。気性が荒く興奮してるポケモンは、ボールを弾くんだ。ほー。捕まえやすさが違う。ほー。ほんとだ。リッパーあんな感じになるんか。うん。
バツ印、敵対心を持ってると。ほう。戦闘中にしか捕まえられない。なるほど、弱らせてってやつだな。あ、ずるな。俺がいいことを教えるから。勝負を仕掛けるんだ。勝負の最中にボールを投げれば、ポケモンを捕まえられる。さっき、ポケモンボールの説明をしただろ。それを捕まえたいポケモンに向かって投げるんだ。オロさんとの勝負が練習になったな。さあ、最後の一匹、捕まえてこい。ああ。切り替えて、投げようぜ。ああ。うむ。行こう。うわ、すげえ。嘘だろ、向こうから向かってきた。やめい。目が怖い。頑張れ。こいつは属性がわからん。とりあえずこの新技いっちゃおう。もう投げてみっか。くらえ。まだ無理かな。あ、いけた。速すぎ。本当に3種類も捕まえるなんて、お前ポケモン博士の天才だな。だろ。ラベン博士驚いただろうな。空から落ちてきた人間が逃げ出したポケモンを次々と捕まえたなんて。俺もこの目で見るまで博士の話を信じていなかったよ。3種類のポケモンを捕まえた。試験は合格だよな。あむ。合格間違いなしですといった言葉が事実となりましたね。何はともあれ、ガランド君、おめでとう。すべてのポケモンに出会えの第一歩です。記念に一枚撮りましょう。ほほ。いい笑顔。いい笑顔。ガランドの才能は本物です。認めるよ。島星隊長に報告ですね。さ、ことぶき村に戻りましょう。うむ。いやー、一安心ですね。捕まえたポケモンはいずれ村の放牧場で扱ってもらえる。ちなみに連れて行けるポケモンは最大6匹なんだ。そんなすごいやついないけど。そうなん？さあ、オムの島星隊長に報告です。さすがの島星隊長もたまげた顔を見せるよな。ほうほう、たまげさせましょう。てか俺お金持ってないんよな。髪とかさ、あの服とかさ、買えたいんだけど、まだ無理なんだろうな。あ、むずつ、ん？ムックルの好きなもの。え？ポケモン買っとるの？虫食いぼんぐりを投げられたポケモンは、隙が生じて捕まえやすいと。あ、そうなん？そうかそうか。入るね。あ、またその話？あ、いい。さすがの島星隊長もためらった顔を見せるよな。さっきも言ってたな。よし、たまげさせよう。たまげろ。どうやら野垂れ死にせずに済むようだな。祝福する。してる？祝福。されてる感じがしない。試験は合格。貸したポーチはそのまま使うがいい。それにしても感心した。異端な君を試すため、無理難題を出したのにこなすとはな。授与する。調査隊の制服だ。あ、やっと、皆さんっぽい服が着れますね。この、なんか T シャツにポーチっていう、この格好恥ずかしくて仕方なかったので。
どうも。ガランドは調査隊制服と調査隊わらじを手に入れた。あは。今の靴のが絶対動きやすいけどな。昨夜泊まった宿舎にて着替え、本部3階にある団長室に急げ。はあ。調査隊の最初の任務だ。制服を着用し、団長に挨拶せよ。ほほ、早く着替えたいね。銀河団の制服に着替えろよ。自分の部屋の鏡を見ながらさ。ああ、あったね、鏡。行ってくるわ。一瞬で靴を脱ぐ技術。これか。あ、こっちのがよくね。これこっちの感じのが好きだな。こっちのが絶対動きやすいし。あ、でもこっちの方が安全性は高そう。仕方ない。おお、目の色変えれる。カラコンはある時代なのか。あ、いいね。ちなみに俺の目の色と同じ黄色にしてみました。あ、調査隊の制服だと仲間って感じがするよな。それにしても隊長、いつから制服の準備をしていたんだ？着替えとか。昨日提供していた部屋だが、今後も使うといい。こちらも使え。お？やだなぁ。やだなぁ。ちょっとやだなぁ。団長に挨拶せよ。島星さんは、このなんか三角頭巾みたいにつけてないじゃないですか。なんで俺この変な三角頭巾つけなきゃいけないの？ええー。いや、これ結んでる感じは可愛いと思うけど、やだな、これ。俺。ちょっと、なんで勝手なことしたん？お前。まあ、行くけど。ちょっと、見てこれ。変じゃない？この上3階は銀河団団長のお部屋だ。お前さん、これからよろしくな。ああ、信用していただけた模様。はい、わかりました。同じこと言うんだろうな。だな。ついさくしゃがんじゃう。癖が。団長の部屋どれ？真ん中かな。なんか何個か部屋あるんかな。どれが団長かな？の部屋かな。とりあえず関係なさそうな部屋から入っていこうかな。どうも。新天地で暮らす。さあ、やることがいっぱいだ。ほほほほほ。ポケモンは謎ばかり。その秘密を解き明かしてよ。おう。委ねるねえ。ああ、イーブイだ。おう、イーブイ。かわいい。サザンカ、あれ？これからは空から落ちてくるものの宿舎を用意せねばならないのかな。だっても確かに今日の雷で落ちてきたやつ別にいるかもな。で、団長いないんだけど。え？団長いなくね？3階じゃないんか。もう一個上？ああ、なるほど。ここは2階か。うわ、ぽいやついるな。こっちは何もないね。ぽいやつがいますね。待ちかねたぞ。どうも。銀河団団長電木である。お前がガランドだな。
ろしくお願いします。はいが一番こうぽいよね。はいはい、うーむ、時空の裂け目から落ちてきたことを含め、おおよその話は聞いている。さて、どれほどのものか試させてもらうぞ。いい、マジ立ち会え、生身で立ち向かう、ぶつかる、ぶつかっていこう。いったるでい、でや、うん、勢いを感じる。相撲はまだまだだが、見どころはありそうだな。俺飛ばされた。空から落ちてきたお前を不気味だと思う者もいるだろう。人によっては災いを招くものと考える迷信深い者もいるやもしれぬ。だが入団試験に合格したのだ。お前が面妖なやつでも寿村の仲間として受け入れよう。銀河団の仕事に中勤し、ポケモン図鑑を完成させよう。ガランド、ポケモンとは恐ろしい生き物。心して調査に励め。もはうむ。サブ任務は何だったんだろうか。そっか、町の人に話しかけりゃよかったんかな。団長に認められたな。君の銀河団団員としてのランクはゼロ星となる。ほう、俺も島星になれるよう頑張りますよ。調査隊員として活躍すれば君のランクも上がる。隊員ランクも上げるにはポケモン図鑑の完成度を上げましょう。そして図鑑の完成度を上げることは、全てのポケモンと出会えという君の使命を達成することにつながるのです。これも与える。クラフトに必要なレシピだ。クラフト。ガランドはモンスターボールのレシピを手に入れた。ほうほうほう、3000円だ。材料を買うといい。ほう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 、よし、このお金で美容院に行こう。テル、クラフト名人の君に命じる。ガランドにクラフトを指導せよ。了解です。クラフトについて教えるぞ。俺に任せろよ。クラフトとは低作業のこと。そう、銀河団は調査に使う道具を自分たちで作るんだ。雑貨でも買えるけれど、自給自足の精神が大事だからな。ポケモンを捕まえるためのモンスターボールも作れるぜ。説明よりも実践するのが一番だな。クラフト屋に行くぞ。ほう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 、もうガイドするっつうのは何なんだ。もうガイドしていただこう。あ、じゃあ時間もいい感じなんで、今回はこれぐらいで終了したいと思います。で、なんかあれですよね、ポケモン図鑑、あの、捕まえろじゃなくて出会えって言ってるんで、多分、まあ、捕まえるよりは若干難易度の低い方法で埋めることになるんですよね、図鑑を。まあ無事試験も受かってなんとか生き延びられそうなので、まあ、ちょっとこの後いろいろと任務をこなしてポケモン図鑑を埋められるようにしていきたいと思います。では次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。お前さてはポケモンに疲れてないな。博士のことめっちゃにするやん。それ俺のこと目の前で言う。ポケットに入るの。お前本当に博士なんか。なんであの博士はこれに気づかなかったんだ。なんか皿まで食べてそうな音だな。声をかけてくれてありがとうから始めようよ。ずーっと困った顔しとる。何したんだこいつらに。お前マジでこれできなかったの。